ブルーノ・ジャコメリはイタリア出身の元 F1 ドライバー。ブルーノ・ジャコメリと表記されることもある。1977年イタリアグランプリにマクラーレンよりスポット参戦してデビュー。翌1978年にもマクラーレンに所属するものの出場回数は5000に止まる。1979年アルファロメオから4レースにスポット参戦した。 翌1980年にはアルファロメオからフル出場を果たしたが、アルファロメオのマシーンは信頼性にかけリタイヤを繰り返した。最終戦のアメリカグランプリではリタイアしたものの、初のポールポジションを獲得した。1981年は、かつてのワールドチャンピオンであるマリオ・アンドレッティがチームに加わったが、マシーンの信頼性の欠如は続き、最高位は、 最終戦のラスベガスグランプリで獲得した3位だった。翌年もアルファロメオに在籍したが成績は低迷し、シーズン途中から新マシンを投入したことで、完走率こそ上がったが、入賞はドイツグランプリでの5位1回のみにとどまった。1983年には、新興チームトールマンへ移籍するも、非力なハートエンジンを搭載したマシンでは速さを見せることもなく、チームメイトのデレック、 ワーウィックの9ポイントに対し1ポイントしか獲得することができず、この年をもって F1 の世界から身を引くこととなった。1989年には、マーチの F1 テストを行った、ジャコメルは1990年に、進行チーム、ライフのドライバーとして F1 への復帰を果たした。この時点で37歳であり、ネルソン・ピケ、中島・サトルと共に最年長。 F1 ドライバーの一人となった。予備予選突破すらままならないチームでのドライブを万雪を予汚したと酷評する F1 解説者もいたが本人は楽しんでいたという。ただしチームの財政状態は最悪の状態でありヨーロッパラウンドを回るのが精一杯であった。残り2戦を残したスペイングランプリの金曜日の朝予備予選普通化をもって 今度こそ本当に F1 ドライバーの経歴を得ることとなった。太字はポールポジション、車地はファステストラップ。ありがとうございます。